こんにちは、中村美香です。今日はユニクロ U とユニクロ J を使ったお洋服とうちのブランドマルクのお洋服を組み合わせてスタイリングを組んでみました。今日はユニクロ×マルクの1週間コーデルックブックになります。よかったら最後までご覧ください。お願いします。はい、こちらのコーディネートはテロットの落ち感があるサテンのキャミワンピースにシアー素材のシャツを合わせています。シャツのサイズをね XS にしたんですけれども、ちょっと羽織で使うなら M とか大きめのオーバーサイズでも良かったかなと思いました。はい、こちらのコーディネートではマルクの新作のショートパンツにこちらのねオーバーサイズのサテンのテロッとした感じのシャツを合わせています。ちょっとねワンピースっぽく着ています。こちらのコーディネートは T シャツにこちらのパンツを合わせてるんですけれども、なんかねジャージ素材になっててすごい楽ちんなパンツでしたね。こんな感じでブラウンカラーなので、これからね秋の季節とか秋冬でも使えるかなっていう素材感でした。後ろゴムになっててね結構ゆったりで伸びるので、かなりリラックスして着用できると思います。はい、こちらのねトップスはシルクコットンを使用している生地になっていて、すごい肌触りが気持ちよかったです。で結構ねシンプルなデザインなので、ボトムはこんな感じのレオパードのスカートを持ってきました。着用しているアクセサリーは全部私がプロデュースしているミラスタッチなものになります。生地のね伸びもいいし、こうさらっとした質感なので、今の時期ももちろん大丈夫ですし、夏もいいんじゃないかなと思いました。このねトップスだけがユニクロ J のものになります。ちょっと寂しいのでね、こうやって大きめのブックトートとか持ったりとかして、小物使いでこう高見えに見えるようなスタイリングを組むといいかなと思います。
はい、次のコーデはこちらになります。このトップスがねマルクのものなんですけれども、これカップインなのでノーブラで着用することができます。パンツはねユニクロさんのもので、こう後ろがねゴムになっているサテンのパンツで、綺麗めに見えるんですけど結構楽ちんに履けるようなデザインになっていて、めちゃめちゃ着心地良かったです。こんな感じでね、シンプルなんだけど、デザインに癖があるようなトップスを持ってくると、おしゃれに見えていいかなと思います。はい、パンツの着回しコーデになります。私結構ね、今日紹介する中でこれ一番お気に入りかもしれないです。このロングのトップスを持ってきてね、ゆるい感じのリラックシーコーデに着ています。はい、最後のコーディネートになります。こちらもねシャツの着回しコーデになっています。さっきはねサテンのキャミソールワンピに羽織ってたんですけれども、今回のスタイリングではデニムに合わせて結構大人カジュアルなスタイリングにしてみました。こういうアースカラーってすごいデニムとの相性がいいので、こんな感じのスタイリングもすごくおすすめです。こちらのねデニムがハイウエストになっていて、結構ワイドなデザインで太ももとかもねかなりゆったりとしているので、履き心地もいいし、スタイルアップして見えるようなデニムになっています。このね、シャツの透け感もちょうど良くてね、すごい可愛いです。はい、ということで、今日はユニクロ U、ユニクロ J とマルコを使った1週間コンデを組んでみました。今日ね、着ていたお洋服の詳細とかは概要欄の方に貼っておくので、もしよかったら品番とか見てみてください。うちのブランドで使ってたマルコのお洋服の品番とか、ウェブサイトも概要欄の方に貼っておくので、もしよかったらそちらもチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとコメント、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。